衝撃的な波状攻撃であった。7月25日に東京、有明アリーナで行われたタイトルマッチで、WBC&WBO 世界スーパーバンタム級2団体統一王者のスティーブン・フルトン、米国を撃破した井上直也、大橋、のそれだ。動画、フルトンもたじたじ井上直也が世界に見せつけた衝撃の KO シーンをチェック日本が、いや世界が熱狂したのは試合終盤の8回だ。 井上は相手のガードが下がった瞬間に右ストレートを炸裂。これで相手を交代させると、すかさず追撃の左フックでダウンを奪ったのだ。再開後に、弱ったフルトンをここぞとばかりに攻め立て、レフェリーストップをかけさせた井上。一気火成に打ち抜く様は、まさに獲物を仕留める、モンスター、井上の愛称、のようであった。 約9年にわたってスーパーバンタム級で無敗を誇ってきた王者を破った井上。その圧倒的な強さには、本場の名物トレーナーも舌を巻く。現地8月5日に米専門サイト、ボクシングシーンに登場したブレッドマンことスティーブン・エドワーズ氏はフルトン撃破の要因が、ジャブだろう、と分析した。ジャブが効果的に作用したのは明らかだった。 ダウンを取ったシーンにおいても、フルトンのガードが下がったのは、序盤から幾度となく繰り出していたボディジャブによる影響が大きかったと考えられる。ゆえにエドワーズ氏は、井上がフルトンにジャブで打ち勝っていて、私は心底驚かされた、と振り返っている。彼のジャブはとても破壊的だった。フルトンのリズムを崩しただけでなく、立ち位置すらも維持させなかった。フルトンが足場を固め、 自分の仕事を始めようとするたびに、井上はジャブを頭部とボディに打ち、相手に立ち位置を探させ続けることを敷いていたんだ。フルトンのゲームプランを崩した井上のジャブを褒めちぎるエドワーズ氏は、ジャブを確立させることはシンプルだが、実際にやるのは簡単ではない、と指摘。さらに持論とともに、日本の天才ファイターへの賞賛を続けた。井上は自分よりも背が高く、 リーチも長い相手に素晴らしいゲームプランを持っていた。もしも、再戦があるとすれば、内容はシンプルだ。フルトンはジャブで打ち負けてはいけない。私であれば、初めに井上にあのジャブを打たせないことに取り組むだろう。激闘から一週間が過ぎた。しかし、依然として井上への世界的な評価は高まり続けている。